今日は僕の大好きなブランドシュガーケーンのワークパンツをご紹介。渋かっこよすぎます。どうも、タロです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、シュガーケーンのワークパンツをご紹介したいと思います。アメカジと言われるものは大好きでして、こういうねアイテムを自分の動画でご紹介できるのはね、めちゃめちゃ嬉しいんですよね。まあただですね、アメカジと言われる世界はね、僕よりも詳しくてもっと好きな人はたくさんねいらっしゃるんで、気軽にアメカジが好きとかね、ちょっと言いづらいところもあるんですけども、まあ、かっこいいものはねかっこいいので、今回ご紹介したいと思いました。今日ご紹介するシュガーケーンはですね、大人のカジュアルとして30代より上の大人ですね、まあ、下手したら70過ぎぐらいの大人の人までかっこよくいけるんじゃないかなと、それぐらい長く付き合えるブランドかなとも思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。シュガーケーンというブランドを知らない人もいるかなと思いますので、まあ、簡単なんですけども、どんなブランドかをご紹介したいと思います。シュガーケーンは東洋エンタープライズという会社が持っているブランドの一つでして、まずねこの東洋エンタープライズ、ここがねまたすごい会社でして、1965年にですね、米軍のベトナム戦争の介入をきっかけにして、日本にね駐屯する、米軍基地関係者向けの医療製造と、国内アメリカ軍のサープライスの通用窓口として展開も行っていたというのが現在の東洋エンタープライズという会社でして、ベトナム戦争がですね1975年に終結するとともにですね、完全な国内向けの医療メーカーへと変わるんですけども、その際にですね米軍基地に駐屯していた将校によってシュガーケーンと名付けられたのがブランド名の由来となっているようです。まあ、なのでシュガーケーンっていうブランドはですね、日本で生まれたブランドなんですけど、米軍基地を相手にですね育ったブランドなので、ものづくりのノウハウも本場アメリカ仕込みとなっていて、本場仕込みのねワークウェアを知り尽くしている日本で最古のアメカジワークブランドと言ってもいいブランドだと思います。それをね踏まえた上で、商品の方を見ていきたいと思います。まず商品名なんですけども、ブラックコバートエンジニアパンツとなっていまして、価格の方なんですけど税込み 21,780 円となっています。で、柄はですねこちらのブラックコバートという生地一色となっているんですけども、このブラックコバートと言われている色というか生地のことなんですけど、特徴としてはムラになっている木生地のことを指していまして、ムラが視覚効果によって汚れがね目立たないことから、まあ、古くからねワークウェアに採用されていた生地となっているようです。で、こちらのね染料もヴィンテージ同様の染料を使用しているようですね。なので着古した時のね色落ちなんかも楽しみな柄となっていますね。サイズの方なんですけども、サイズが28から36インチまでの展開となっていまして、僕が今回購入したのは34インチというね LL かなというサイズを購入しました。まあ、僕のねジャストサイズは28か30インチかななんですけど、まあ、ワークパンツというね無骨な雰囲気も欲しいっていうのと、シルエット自体はすごくねストレートで綺麗なんで、あえてですねサイズをですね2サイズアップにして太めのバランスで選びました。素材の方はですね吸音数の綿 100% の生地となっていまして、少し軽めなね音数の生地となっているんですけども、ワークウェアとしてはね動きやすさ確保のためでして、丈夫さと動きやすさのいいとこ取りな軽さとなっているのかなと思います。商品の特徴も見てみたいと思います。フロントなんですけども、股のところがですねボタンフライ仕様となっていまして、錆びたような加工が施されていて雰囲気が出てかっこいいですよね。右側のねポケット、ブランドラベルがここに縫い付けてあって、小さいポケットがあるんですけども、これはね昔懐中時計を持つっていう習慣があったみたいで、まあ、それによってこの時計をね入れるポケットとして付いてるというのが多いですね。ポケットの入り口のこのステッチワークなんかもね結構独特でして、まあ、当時のね特徴的なねステッチワークが再現されているとのことです。で、後ろを見るとですね一番目立つのがこのバックストラップですね。
はい、でこれはねウエストのベルトがなくてもウエストの調整ができるベルトとなっていまして、まあ、これもねワークウェアで昔から見られる特徴の一つですね。縫製の方なんですけど全てね巻き縫い仕様となっていて、ワークウェアではね引き裂き強度が頑丈になるのでよく使われる縫製なんですけども、強度の強いですね縫製となっていますね。まあ、やはりシュガーケーンというブランドはねコンセプト的にそういうところは手抜きなくしっかりと縫われています。この縫製のね下糸、まあ、内側に来る部分なんですけど、これね全部赤色で縫製されていて、多分ですけどこれはねシュガーケーンの遊び心なのかな。当時のねワークウェアではこういうのは多分ないと思うんですけども、すいませんちょっと僕その辺の知識がなくて間違えしたらすいません。まあ、僕はね個人的にシュガーケーンのこういうね遊び心というかポイントがね好きなところでして、なので裾上げをせずにロールアップしてこの赤糸が見せられるようにしました。履いた感じもね見てみたいと思います。はい、着用してみました。僕は身長169センチの、体重が60キロ前後になってまして、サイズ34を履いてこんな感じになっています。ジャストサイズで履いた感じもこんな感じです。ちょっとここに出しておきますね。まあ、こうやってね履いてももちろんかっこいいんですけども、個人的に僕は今の気分が太いのがいいかなと思ったのでインチアップの34インチにしましたが、多分ね大抵の方はねこれだと太すぎるんじゃないかなと思いますので、この太さに関してはあまり参考にせずにでお願いしたいと思います。生地のね硬さなんですけども、まあ、腰はねちゃんとあるんですけど動くと結構柔らかい感じで動きやすい星となっています。色もねパッと見ブラックなんですけども、真っ黒みたいに重い印象にはならないので、木がねいい軽さを出してコーディネートのバランスも結構取りやすいんじゃないかなと思いますね。そしてシルエットの方なんですけど、ももから裾までねほぼまっすぐストレートという感じで、テーパードはねかかっていないんで裾上げをねしても印象はね変わらないんじゃないかなと思いますね。まあ、ただね裾上げもちゃんと合わせないと裾の幅結構広いので地面にね裾がついてしまうので、そこはねちょっと注意した方がいいんじゃないかなと思いますね。裾上げの方なんですけど、東洋エンタープライズさんのオンラインストアだったら注文時の裾上げは無料でねやってくれるようなので、もしね裾上げをするようでしたらお手持ちのねパンツでいい感じの長さがあったらそれを目安にして裾上げしてもらうのもいいんじゃないかなと思いますね。概要欄の方にもね、そちらのリンク貼っておきますんで、もっとね詳しく知りたいなという方はぜひチェックをしてみてください。まあ、ワークパンツというカテゴリーではあるんですけども、どこか綺麗めにも見えるのでコーディネート自体がアメカジに偏らずいろんな方向に持っていけるのかなと思いましたね。そんな感じも踏まえてコーディネートをね僕なりにいくつか組んでみましたので、ぜひご覧になってみてください。はい、コーディネートの方いかがでしたでしょうか。シュガーケーンのイメージやアメカジが好きな人からはちょっと違うんじゃないのって言われてしまうコーディネートもあったかもしれないんですけども、シュガーケーンっていうブランドの歴史的背景、バックボーンとかね、ものづくりのしっかりしたっていうところはもう周知の事実なので、まあ、それをね踏まえながらあえてガチな感じじゃないコーデをね楽しむのもいいんじゃないかなと思っていまして、それをねちょっと今回のコーディネート集では表現したいなと思っていました。で、服とかファッションというね方向からこのアイテムを見るとですね、個人的にはアメカジ枠だけだとちょっともったいないパンツかな
っていう感じもしましたし、いろいろね試してみるとまたね幅広くコーディネートとか雰囲気出しとか楽しめるパンツなんじゃないかなと思いましたね。もうシュガーケン自体はですね割と歴史的にもしっかりした背景のあるブランドなので、ずっとねワクワクできる服かなとは思っています。ファッションだけじゃなくて自分的に楽しめる相棒といいますかね、ギア的なアイテムが欲しいなという人にもねもう十分お勧めできるブランドじゃないかなとは思いますので、もしねこの動画を見て気になった人はですねチェックをしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今日の動画いかがでしたでしょうか。今日の動画もしいいと感じていただいたら高評価ボタンとチャンネル登録まだの方はですねぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。はい、それと僕インスタグラムの方もやっていまして、インスタグラムの方ではこの YouTube で載せてないコーディネートですとか、キャプションでねその洋服の説明ですとかね、そういったこともやっていますので、もしねよろしければ概要欄の方にリンク貼ってありますので、そちらの方からフォローの方よろしくお願いいたします。たまにはねファストファッションじゃないアイテムですね、そういったものをね取り上げてもいきたいなと思ってまして、僕自身はね結構変わらないものというか長く使えるものっていうんですかね、そういった服もすごく好きなので、そのあたりもね僕の視聴者さんって結構大人の方多いので、そういった長く使えるアイテムもご紹介していけたらなと思っています。はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。